堀行動です。今回はヤフー知恵袋に勝手にお答えしようということでやっていきたいと思います。今回の質問はこちらです。コロナワクチンの後に若年男性が、若い男性ですね、心筋炎などの副反応が出ることが多いと報道されてますよね。因果関係ははっきりしませんが、身近にそういう方もいなかったし、半信半疑だったのですが、先日10年近く関わりのあった30代男性が心筋炎で亡くなりました。10月から感染性、心内膜炎を患い、入院されたとはお聞きしていましたが、この方は、30代男性ですね。この方は、ワクチン打たれた方なのかな？接種された方なのかな？だと思いますけど。はい。で、結局ワクチンが原因なのか、ご本人の亡くなってしまった今、赤の他人の自分にはわかりませんが、正直怖いです。持病もなかった、持病もない方でしたし、私も主人もワクチン2回まで接種してますが、3回目があるなら打つかどうか悩んでます。決して反ワクチンの考えはないんですが、怖くて、皆さんのご意見をお聞かせくださいということで、ちょっといろいろ噛んじゃいましたけども、すいません。お答えしたいと思いますけれども、まあ、お答えというかね、僕の意見ね、言いたいと思いますけど、この、心筋炎で亡くなった方、男性ですね、おそらくワクチンを接種した方だと思いますけど、ワクチンが原因なのかっていうのは、断定はできないんだけど、持病もない方だったっていうことを考えると、ワクチンが原因なんじゃないのっていうことを考えるのが多分普通じゃないかな。普通そう思うよね。で、そう思うので、ワクチンが原因なんじゃないかって思ってるので、今回、質問というかね、ヤフー知恵袋に質問されてると思いますけど、はい。僕の周りでも、そういった、心筋炎ではない、なかったのかな、だと思いますけど、そういった事例ですね。僕の周りでは、知人から聞いたんですけど、60代の男性の方で、基礎疾患があった方っていう、だったんですけど、ワクチンを接種して1週間後に亡くなったっていうね。なので、その方もワクチンが原因かどうかわからない。で、今回の方もわからないっていうね、状況なんですけども、気になるのが持病がないっていうことですね。持病がないし、高齢者ではなくて、若い年代の30代男性というね。はい。まあ、若い男性の心筋炎が、副反応が、出ることが多いっていうね。そういう報道がある、ということで、まあ、その心筋炎で亡くなったということで、持病もないっていうことは、ワクチンが原因なんじゃないかなっていうのは僕も思います。わかんないよ。わからないんだけど、でもそう考えるのが、まあ普通だよねっていう。はい。ちょっとな、何回も繰り返して、ちょっと、繰り返し言っちゃったんで申し訳ないですけど、はい。まあ、そういうことですね。で、そういう事例があって、その質問者さんの周りでね。で、それで3回目、2回目まで打ったけど、2回打ったけど、3回目打つか悩んでるっていうね。結構ね、こういった方、結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、ワクチン打った方の方がね、大多数で多いと思いますけど、ちゃんとそういう、ちゃんとっていうかね、早く打った方、早く打った方に関しては、若い男性に心筋炎の副反応が出ることが多いっていう報道が出る前に打っちゃってるのね。要はそういう情報がない状態で打ってるんですよね。なので、3回目に関しては、ある程度、たくさんの方が打って、いろんな情報が出てきて、データが出てきて、から、また3回目打つかどうかを考えるので、まあ、結構悩んでる方は打つかどうかなってね。まあ、2回目までは打ったけど、もう3回目は打たないよって、ね、副反応も辛いし、とかってね。で、まあ、周りで、そういった、亡くなった方とかね、ワクチンが原因かわからんよ。わからないんですけど、そういった方もいらっしゃるかも、いらっしゃる方がね、
いたとしたら、やっぱり3回目は結構悩むよねって。3回目は多分副反応あるんだろうなとかね。っていうことをやっぱり、思われてる方多いと思いますので、こういったね、まあ、事例というか、いう方は、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。まあ、ちなみに僕は打ってません。1回も打ってませんので、3回目があるならというか、僕は3回目を打つためには、2回ワクチン打たないといけないっていうね、ことなんですけど、まあ僕は3回目は打たないかな。1回も打ってないんだけどね。はい。はい。ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。